文化センターで地元の町会と江東区文化コミュニティ財団が協力して開催する盆踊り大会。夏の恒例行事の一つとして地域の方々に親しまれているイベントです。会場では暑い夏を快適にと打ち水が行われていました。と思います。今日は暑いので少しでも涼しくなりますように。これ合ってます？これ合ってます？実はやったことない。涼を取るため昔から行われてきた打ち水、初めてやってみて体感としてはとっても涼しく感じられました。ちょっと楽しい。会場ではお祭りの定番焼きそばなどの販売のほか、岩手県大槌町の物産展もありました。東日本大震災で区の職員が応援に行ったことからこの催しに来ているのだそうです。とってもいい匂いに誘われて、いやー美味しそう。ちょっと待って、すごい大きい。いただきます。大満足でした。そしてこの会場で一つの念願が叶いました。それが似顔絵です。どこでも大人気で、これまでリポートしてきたイベントではなかなか描いてもらうことができずにいたんです。ということで似顔絵を描いてもらいました。似てますか？どう？でもなんか浴衣で思い出の一枚で、写真ではなくこうやって絵で残していただけたのもすごく嬉しい。なんか耳の特徴をすごく捉えてる気が自分的にはします。中庭に矢倉が立っていて盆踊りが始まっています。あの中で私も踊ってこようかなと思います。踊ったことはないんですけどね。子どもから大人まで性別も関係なく一つの輪になって踊る盆踊り、なんだかとってもいい雰囲気です。時間が経ち日が落ちるにつれ輪もどんどん大きくなり、盆踊り大会は盛り上がりました。踊ってみてどうでしたか？楽しいかな。どうでしたか？楽しくてみんなで踊れるから嬉しかった。今日は誰と来たの？今日はお母さんと弟と来てて、弟は友達と遊んでて。何か食べましたか？まだ食べてない。今からちょっと見に行こうか。今回お祭り来たの何回目？図書館広場とかも行ったからな。結構行ってるよ。3回ぐらいはもう行ってると。もっと行ってる。4回、5回、4、5回行ってるかも。楽しかった？楽しかった。お母さんどうですか？こうやってお子さんの中に可愛いのを着せて。4年ぶりに来たんですけど、いや楽しいですね。4年ぶりに、はい、前4年前にこれこれぐらいの時に連れてきて。いいですね。じゃあ大きくなってます。そうですね。楽しそうで良かったです。楽しい。お母さんは何年ぶりに？私江東区に引っ越してきたのが3年前とかなんで初めてなんですよ。だってコロナ明けで初めての参加なんで、初めてここ最近祭り参加させてすごい楽しんでますね。大喜び。すごい可愛いですね。ありがとう。
踊ったりとかもしてくれてて、すごい楽しいの。今日何したの？